こんにちは、速解塾の久保です。まあ、大悟さんの発言がかなり炎上しているという噂を聞きまして、今日はね、毎日新聞の記事を読んでおります。まあ、こちらの方なんですけども、いかがでしょうかね？皆さんもう読まれました？ちょっと画面切り替えて一緒に読んでいきましょう。メンタリストが大悟氏、ホームレスの人への差別発言で炎上と。メンタリストの大悟氏が動画投稿サイト YouTube でホームレスの人や生活保護受給者を差別する主張をする動画を載せ批判を集めていると、うん、ホームレスに対してはいない方がいい、犯罪者を殺すのと同じなどと言い、差別や攻撃を扇動するとしてインターネット上で炎上状態となっているとありますよね。やっぱ大悟さんが言って良くないなと思うのは、まあ、扇動することになりかねないかなと思うんですよ。やっぱりね、大悟さんと同じように思ってる人っていうのが、まあ、全くいないわけではないと思うんですよね。やっぱり何人もいると思うんですよ。で、その中で、まあ、いわゆる人を攻撃するのをね、実際に実行するのを厭わない人が、この大悟さんの言葉をきっかけに、おう、大悟みたいな頭のいいやつもそんなこと言ってんだから俺の言うことは間違ってないなって感じで、実行に移す恐れがありますよね。それをまあ、先導と言いますけども、まあ、大悟さんがね、指示をしてるわけではないですけども、影響を受けて動いちゃうやつがいるんですよね。だからそういう人もどうかなと思いますけども、でもやっぱりね、大悟さんが YouTube で自由な発言をすることによって、不愉快を被ったり、それからまあ、楽しいなと思う人はあんまりいないと思うんですけどもね、大悟さんもこんなこと言うんだっていうふうに、びっくりする方はいたんじゃないかなと思います。こういうふうに言ってるんですよね。自分にとって必要のない命は僕にとって軽いんで、だからホームレスの人はどうでもいい、いない方が良くないっていうふうに言ってますけども、まあホームレスの人をね、尊重する人が少ないんだろうなと私も思いますね。ホームレスの人に対して排除命令とかしてね、東京オリンピックとやってるわけなんですから、それは結局東京都民の意思のまあ慣れの果てであってね、東京都知事の意思でもあるし、結局行政がホームレスの人を排除して東京オリンピックを優先するってことは、命に序列をつけてるってことだと思うんですよ。この辺は山本太郎さんがね、演説でよく言われるんですけども、ホームレスの人はそこに選んでそこにいると、でホームレスの人をね、引っ張ってきていろんな施設に入れてしまうっていうのは、その人たちにとっては苦痛なんだってことを代弁してくださってるんですよ。確かに集団の中でどうしてもやっていけなかったから、自分はここに生きることを選ぶんだってことで、まあ公園ですとか路上に自分の、生存権をね、見出した人がホームレスなんだというふうに考えればですね、その人を排除して無理やりどっかに詰め込んだりとか、ここオリンピックするから出て行ってよっていうのも、結局はホームレスの命はどうでもいいって言ってるのと同じだと思うんで、大悟さんの、こうね、言葉にすることと重なるところが私はあると思うんですよね。で、いや、ホームレスの人も、人権だよねとかね、生活保護の人だって生きる価値はあるよねっていうふうに言う人に限ってね、じゃああなたはホームレスの人に対して、生活保護の人に対して何をしてるんですかっていうふうになっちゃうんですよ。で、それに対して、いや納税してその一部がそういう人に回ってんじゃないのっていうのも、まあわからないでもないんですけども、それを言うんだったら大悟さんの方が発言権は大きいわけですよね。納税額がまるで違いますから。私たちはとてもじゃないけども、生活保護の人、一人の生活費ですら納税で賄ってはいないっていう方の方が多いんじゃないかなと思っちゃうんですよね。ただ単純にそうやって金額とか、気持ちで測れないところがあるのは本当そうなんですよ。で、曖昧にし続けたことがたまにこうやって真実を突きつけられると、なんかね、すごい鋭く光っちゃいますよね。だからこれはずっと私たちが議論を避けていた部分だと思うんですよ。ちょっとね、大悟さんの言葉を続けましょうか。邪魔だしさ、プラスになんないしさ、臭いしさ、治安悪くなるしさ。治安悪くなるっていうのはどういう意味があるかっていうとね、ホームレスの人なんか親父狩りとか言って襲撃するやつがいるじゃないですか。あれが治安悪くなるの一つなんですよ。だからホームレスの人が治安を悪くするんじゃなくて、ホームレスの人がやられちゃうことによって、被害者になることによって治安が悪くなるっていうのは正しいね、言い方にはなると思います。ただ印象は全然違いますよ。ホームレスの人がなんかね、悪事を働くみたいな印象になってますよね。でも私は逆で、ホームレスでいるがゆえに、攻撃されやすくなるってことですよね。まあ、言ってみればね、治安が悪くなるっていうのはすごく例えが変なんですけども、皆さん家に鍵かけるじゃないですか。で、大切なものは、まあ、隠しておくじゃないですか。それをね、
鍵もかけずに玄関先にお金を置いとくみたいな感じなんですよ。ね、そしたらお金取られちゃう可能性高くなりますよね。治安悪くなるっていうのはそういうことかなと思うんですよ。だからやっぱり無防備でいることっていうのは、警戒しないことっていうのはね、なんか治安を悪くする一つの要因になるんで、やっぱこう自分を守るような形も取っていかないといけないのかなと思うんですよ。でホームレスってのはまさに自分を守る囲いをなくしちゃってるわけなんで、すごくね、愛にあふれた人ばかりでこの国ができてればいいんですけども、そうじゃなくて隙あれば攻撃してやろうとか、隙あれば取ってやろうって人もいますんでね。特にこれ普通の人でもやるんですよ。例えばね、 YouTube に嫌な書き込みする人いるでしょ。あれ普通の人ですからね。特に犯罪をしてやろうとかね、人を貶めてやろうっていうふうにいつも思ってるわけではなくって、たまたま見た YouTube にぐちゃぐちゃっと書くわけですよ。悪い意識なくね。あれも治安が悪くなる一つだと思うんですよ。だからコメント欄を開放していくっていうのも、悪意を書いてどうぞっていうふうなね、まあ治安を悪くする原因を作ってるのかなと、言えなくもないかなと、ちょっとこじつけっぽいですけどね。続きましょうか。もともと人間は自分たちの群れにそぐわない、群れ全体の利益にそぐわない人間を処刑して生きている。犯罪者を殺すのだって同じだってことですよね。まあ確かに、昔はそうだったかもしれませんけども、今はそういうことはまあ許されないですよね。やっぱりどんな人にも人権をとかね、やっぱ弱者に救済の手を差し伸べるっていう、私たちはテクノロジーや意識や文化の余裕ができてきましたから。だから今の時代に、もともとね、確かに群れ全体の利益にそぐわない人間を処刑してきて生きてるっていうのを、今までは正しかったけども、それをね、未だに主張して、それを正当化するのはちょっと違うのかなと私は思いますけどね。で、生活保護者に対しては、生活保護の人に食わせる金があるんだったら猫を救ってほしいというふうに言われてますけども、まあ猫を救うっていうのはね、猫が好きならそう思うでしょう。自分の払った税金が猫に使われるんだったらいいけれども、猫にはどっちかっていうとね、使われずに、あれでしょ？なんかこう、保健所が回収して殺しちゃってるわけでしょ？猫に対しては。大悟さんから見ると、もしかしたら猫も人間も同じ命の重みなのに、人間を生かすがゆえに猫を殺しているっていう現実はおかしいじゃないかっていうことが、ここに来てるのかもしれませんよね。で、生活保護の人が生きてても僕には得しない。まあ、まさにそうですよね。多分、そんなことないってひどいことを言うなーって大悟さんに言う人も、じゃあ生活保護の人がね、今日ね、ちょっと表現鋭いんで許していただきたいんですけども、生活保護の人が今日100人死にましたって言っても、あなた悲しみますって話なんですよ。あ、知りませんみたいな感じでしょ。そう考えたら、これね、大悟さんが言っている言葉ではあるんですけども、私たちがもしかしたら潜在的に腹に抱えていることかもしれないですよ。生活保護の人が生きてても僕は別に得しないって書いてあるじゃないですか。それをね、自分で言った言葉だと思ってみてください。生活保護の人が生きてても僕は別に得しない、あなたは得してます？得してないって言うんじゃないですか。私もこれね、たまたまね、 YouTube をやっていて、生活保護の方が私の YouTube の視聴者さんで、結構ね、この半年間1年ぐらい結構入ってきてくださって、私の運営してる速稼塾にも入塾してくださったんですよ。で、生活保護の人の悩みや苦しみをメッセージやコメントでいただいて、で、生活保護の人でも自分で稼げるようになるんだよってことを私がメッセージを発信したらね、やっぱり取り組んでくれたんですよ。そういう意味で言うと、生活保護の人と私ってのは結構ね、同志みたいな気持ちが今してるんですよね。まあ、ですので私は、今までずっと放送の中で言ってたという証拠もあるんで、はっきり言いますけども、生活保護の人が生きていても僕は別に得しないってことは私はないです。生活保護の方が私を頼りにしてくれて、私の言葉を当てにしてくれてるっていうのは私にとっては非常にね、救いですからね。だから、得しないってことは私にとっては当たらないですね。で、私は生活保護のね、受給金額を37万円にしてほしいという説を唱えてるんですよ。まあ、これも YouTube の再生リストを作ってますけども、今の生活保護の金額安すぎるだろうと思ってるんですよ。10万前後ですよ。37万ぐらいないとダメだよと、日本人の平均所得ぐらいはなんとか押し上げてほしいなと思ってるんですよ。そうすることによって、生活保護の人も今まで買えなかったものを買うしね、住めなかったところに住むし、過ごせなかったような過ごし方をしてくれるんで、経済も回っていくし、中小企業ブラック労働をしてる人も生活保護の人の消費によって利益を得る会社がいっぱい出てくると思うんで、
生活保護の人が生きてても僕は得しないっていうね、これ多分生活保護費が安いからこんなことになってくるんではないかなと思うんで、私は生活保護費をね、もっともっとバカーンと上げていっていただいて、生活保護の人が、いろんなね、文化活動とかね、もう芸術活動とか、教育を受けて、素晴らしい人生を歩んでほしいし、まさに生活保護の中からメンタリストっていうのが現れてほしいなと思うんですよね。はい。だからね、今ね、お金持ちだったり成功者の人も、大体ね、貧乏とか大借金とか、生活保護同然のところから来てる例が多いと思うんですよ。大悟さんもあんまり裕福な家庭じゃなかったって聞いてますけどもね。だからそうなると、昔は生活保護っていうものが情報がないんで、受けれるんだったら受けたんだけども、分かんなかったからたまたま受けなかったって方がいたかもしれません。ね。そう考えたら、そんなにね、生活保護と自分の暮らしを切り離すもんではないと思うんですよね。私の感覚では生活保護ってのは、虫歯になったら歯医者に行って保険証を出すでしょ。あの保険証出すのと同じぐらいの軽さなんですよ、生活保護ってのは。そう、手軽にカジュアルに生活保護、ちょっと収入ないし仕事ないから生活保護ちょっと受けようかなと。で、半年ぐらい受けたけども、仕事見つかったから生活保護をやめようかなみたいな感じで、使ったり使わなかったりしてもいいんじゃないかなと思うんですよ。なんか生活保護が後ろみたいみたいなね。そんなね、国民感情があるから、大悟さんの今回の発言も被るところが出てくるんじゃないかなと思うんですよ。で、猫は生きていれば僕は癒される。ね。私は猫はね、はっきり言って嫌いなんで、猫に癒されることはないですね。猫によって不愉快を被ることはありますけどね。という感じで、私も大悟さんと見方が違うところが結構あったりするんですよ。だからね、ここに書いてますけども、どこだろうな。個人の感想を言ってるだけなんですよ、まさに。うん。で、感想ってのは変化するんですよ。変化しないかもしれませんけどね。何が言いたいかっていうと、個人の感想に対して整合性を求めたりとか、だから責任を求めるのはちょっと違うかなと思うんですよね。これは影響力がある人でもですよ。うん。権力を持ってる人は違います。権力を持ってる人は、その発言がそのまま権力に直結するんで、その言葉にはね、厳しい追及をしてもいいんですけども、大悟さんは普通の人ですからね。芸能人でも何でもないですから。単なる YouTuber ですから。で、YouTube で勝手に喋っていて、大悟さんの話が聞きたい人が勝手にアクセスしてるだけなんでね。大悟さんの動画見なくても誰も困んないですから。私もたまに見ますけど、そんなに見てないんですよ。100本に1本ぐらい見るかなってとこですよね。まあ、謝罪するつもりがないって書いてますけども、まあ、これも自由でしょうね。だから、大悟さんの今回の発言によって、大悟さんが気に入らないと思えば、大悟さんがファンを失って、で、大悟さんの、そういった考えも認められる人が、大悟さんに、より、近くなるっていうだけですからね。まあ、そんなとこですかね。はい。私はそういうふうに大悟さんの発信見てますけども、いかがですかね。私はその、ホームレスの人は、家っていう私たちが常識的に考えている生き方じゃない、家のないところで住むってことを選んだ人だと思ってるんですよ。で、私自身も平和公園で2年間ホームレスをしてましたけども、いや、すがすがしかったですよ、それはそれで。持ってるものも何も持たなくていいし、段ボールハウスもね、こうやって作るのも楽しかったですし、雨に濡れて段ボールがダメになっちゃったらまた作る喜びもあったりとかしてね。なんか失うことにあんまりそんな怯えなくなりましたよね。今は割と失うことが嫌なんですけどね。だからセキュリティ対策をしたりとか、リスクヘッジをしたりとかいろいろあるんですけども、ホームレスの時っていうのは守りに対してのエネルギーが割かなかったんで、それはそれで自由解放だったかなと思いますね。で、生活保護に関しましては、とにかくね、生活保護の費用が安いんで、受給金額が。これを何とかしないとなと思うばかりです。あとは何もないです。生活保護の人が、パチンコをやったりね、競馬をやったり、お酒を飲んだりいいじゃないですか。ね、自分の人生を自由に過ごせば、そして生活保護費だろうと、働いて稼いだ金だろうと、自分の懐に落ちた金をどう使おうともう自由ですよ、これは。ね、大金持ちが何にいくら使おうと自由。ね、政治家さんが何にいくら使おうと自由。あなたが何にいくら使おうと自由。生活保護の人が何にいくら使おうと自由。ね。生活保護の人が切り詰めたからといって私たちの懐に影響しますか？ってことなんですよ。まあ影響してもね、別にいいんですけどね、どっちでも。私はそういうふうに人がお金を使ったり使わなかったことに対して何とも思わないですね。そもそもそういうこと知ろうとも思わないんで、自分のことで精一杯ですからね。人のことにね、指図したりとかね、
何やらかんやら言ってる暇はないですから。っていうか、この動画撮ってる時点で人のこと何やらかんやら言ってますね。何なんでしょうね。というふうに人は矛盾を抱えた生き物ですから。だから、こっちで言ったことがこっちで都合悪いみたいなことはね、やっぱお互いあるんじゃないですかね。で、今回の DAIGO さんの発言っていうのは私もね、ちょっと意外だったなと思いましたけども、意外だったからこそ色々と気づくことがあったかなと思いまして、今回の動画にしてみました。皆さんはどのようにお感じになったでしょうか。さあ、しばらく DAIGO さんの発言、人権発言、これはね、波紋を呼ぶんじゃないかなと思いますけどね。まあ、今回あった、ね、オリンピックも、相当人権無視のオリンピックでしたね。この人権無視のオリンピックに集まって競技をする選手に対しても私は大いにね、その片棒を担いでると言いたくなりますね。ちょっと激しい例えになりますけども、戦争を支持しているのは国の権力者です。これをオリンピック組織委員会だと思ってください。IOC とか JOC ってね。で、実際に戦場に行くのは若い兵隊たちです。ね、徴収された一般市民もいるでしょう。こういう人たちが戦場に行って人を殺します。っていうのがアスリートの姿に重なってしまうっていうね、見方をされた時に、もしかしたら今回のオリンピックを成功とは言いませんけども、無事に終わらした、その一端がアスリートの頑張りによるものだとしたら、アスリートの頑張りは批判されるべきものに一気に変わるわけなんですよ。ね、そして、現実、この感染症は今とてつもない爆発的な勢いで広がっちゃいましたよね。オリンピックやったがばっかりに犠牲者が増えたということなんですよ。じゃあオリンピックに一生懸命参加した人はその片棒を担いだんではないかなっていう見方もできるんですけども、あなたはどう思うでしょうか。いってらっしゃい。